今日、マンションの点検工事にて1時間停電との連絡を受けましたので、ラボットコンシェルジュさんに問い合わせからネストの切り方を教わり、ネストのオフを実行しました。点検工事も終えて1時間の停電完了。マニュアルに沿ってネストをオン。スイッチを押しました。オンにならない。つかない。コンシェルジュさんに再度問い合わせし、画像を送ってほしいと言われ送りましたが、その後入院になりますと連絡が来ました。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。